毎日更新ドグチューブドグマガタミです、夏めいてまいりました。最近ドグチューブもこうね盛り上がってまいりまして、もう様々なね、有名な著名なゲストの皆さんに出演していただいております。いや本日はねもうこんなことあっていいんでしょうかね。ドグチューブ史上もう初ですよこれどうなっていくんでしょうかね。もう最終的にタモリさんに出てもらうんじゃないかというつながりを僕は感じております本日のゲストはですね、なんとAKB48 チーム K の石田遥さんです。どうぞ。よろしくお願いします。いや久しぶりです。久しぶり皆さん。はるきゃん、はるきゃん、Do it Do it Do it チーム K の石田遥です。よろしくお願いします。すごい、このクソみたいなドグチューブンですよ見てますよ。本当ですか、はい、どんな企画か知ってる。これやってるのと、あとゲーム実況をやってる。あ、すごい、ありがとうございます。多分 YouTube めっちゃ見てるんで。本当に、はい、多分来る前にチラッと見ただけやろ。いや、そんなことない本当にあのチャンネル登録してます。え、ありがとうございます、嬉しい。可愛 い, いな、やっぱりはるきゃん好きなんですよ YouTuber でもはるきゃんが YouTube で好きな人は誰。あ瀬戸さんです。瀬戸さんとかね、いろいろね、ヒカキンさんとかいろいろね、見えますからね、はい、めぐみんさんとかね。めぐみんさんもそう。めぐみんさんお友達ですよ。え、そう、もう今度多分ここに普通に来ますから。全然マジと思います。あんなん加齢臭してるただのジジイですからね。くっさいジジイですけど。そんなことないですよ、まあ、あ、でもやっぱりめぐみさんとかね、知ってる瀬戸さんとか知ってると、はい、YouTube 大好きなんですね。はい、まほとさんとか。あ、すげえ知ってる。じゃあこのね、はるきゃんをこの出た回を機にこのドグチームを爆伸びさせたいですから。え、ちょっとプレッシャーかかる。そりゃそうですよ、企画知ってるもんね。はい、知ってますよ。一応説明します。ですね、この1000円の自動販売機を買いまして、はい、PS ビータか、Nintendo 3DS が出たらゴールとさせていただきます。はい、ちなみに今まで出たもんで一番良かったものがですね、 LED 付きスカルアンブレラというね、折りたたみ傘の持ち手のとこが、骸骨になっていて、その目ん玉が光るっていうね。それが一番いいんですか。それが一番良かったですから。はるきゃん、それを超えていただきたい。あ、はい。多分持ってます、私。お、これはもう運だけで来ましたから。2010年じゃんけん大会2位になりましたからね。すごい、調べて。当たり前ですよ。ウィキペディア見てきましたよ。ありがとうございます。2位になりましたね。さあ、はるきゃん、はい、もう運をここに出していただきたいんですが、はい、すいません、このルールとしまして、ゲストの方に、1000円を出していただく形になっておりますので自分で出すんです。そりゃそうですよ。一応財布持ってきたんですけど。そりゃそうですよ、まあね、自分で出さなきゃいけない。ドグマさん出してくれないと。出しません僕は女も男も関係ないです。出しません。どうぞ。あ、もう、うん、むしろありがたいです。やっぱり行列にしていただけてやっぱり。まあね、AKB とでもね、結構上にある。お、じゃあ行きましょう。なんか、いや、何が出るのか。うわ、緊張するでしょう。ちなみにこの企画は本当にガチでやっておりますから。すごい、なんか超変。え、これが1000円とかって感じになる。そう、全部いろんなものがね。いや、でもね、こういうものが入っているかもしれないというイメージです。イメージなんだ。そう、見て、オメガって書いてあるでしょ。オメガ、嘘ですからね、これ。あ、そうなんですか。オメガ入ってませんからね。え、入ってないんですか。入ってません。え、なんかブランド物みたいなのありますか。ね、コーチってあるでしょ。コーチ、一回これそっくりなもの出しましたけど、よく見たらコチって書いてありましたから、ね、やばいな、これやばいですね。ただ PS ビータと 3DS は入ってるらしいですから。本当に入ってる。本当に入ってる。なるほど。じゃあ入れます。さあ、お願いします。さあ、はるちゃん、かわいい手で、はい、入った。さあ、こちらのボタンで、はい、行きましょう。あ、結構売り切れてる。あ、売り切れてますね。これが重要ですから。いい、さあ、どれ行きましょう。押した。押しました。音。おお。これはヘビー級。大きいんですか。かなり重い。大きいんだ。今まででもないぐらい重いですよ。夢の扉を開いてください。さあ、この重い扉を。え？さあ、何が出た？おお、すごい。え？お、これ今まで出たことない。ブロックゲーム機。すごい。これいいじゃん。ブロックパーティー。今まで見たことないゲームや。見たことないですね。やった、これもゴールでええんじゃん。ある意味 PS ビータみたいなもんやこれ。これすごい、結構大きい。やった、あるギャン。え、すごい。すごいよ。なんかこれ一台でいろんなゲームが楽しめるんですね。どれどれどれ。ほら、ブロック崩し、カーレース、シューティング、エトセトラ。うわ、これでもごめん、ハルギャン、秋葉でどうしよう、480円で売ったの見てもらった。やりそうですよね。でも結構、いや、悪くない悪くない。ゲーム近い。だから、ただハルギャン、これね、ゲーム機で近いんですが、はい、やっぱ物本じゃないんだよね。あ、そうですよね。明らかに偽物ですよ、ね、そうなんだ。明らかにこれ比べてみて、これもう明らかにこれ違うからね。Gミックスって聞いたことないからね、これ。聞いたことない。まあ、ポータブルだけ一緒やったけど。ああ、
皆さんこれはね、これ見てる視聴者もね、明日も見たいと思うんですよね。見たいんですか。そうである、明日も見たいです、ね、明日もやってくれるかな。いいと思う。おかしい、やっぱ終わっちゃいましたけどね。すみません、明日も、ぜひともお願いします。ただですね、はるかさん、なんかお知らせがあるそうなんですか。あ、お知らせあります。お、初めてのパターンですよ、皆さん、これあのですね、はいはいはい、あの10月、29日から、はい、私、石田はるか弾丸論破ザステージ希望の学園の絶望の高校生という舞台に出演いたします。わー、すごい、風が強い。弾丸論破って有名なのね。そうなんですよ、ゲームの舞台化。舞台化でですね、チケットの一般発売が8月2日からやりますので、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、見に来てください。はい、チケット買ってね、見に来てください、はい。なるほどな、この宣伝のために今日さては来たな。そんなことないですよ。なあ、そうだな。でも本当に、ちょっとドグマさんからお話しいただいた時に出てみたいなって思ったので、はい、ありがとうございます。ぜひとも皆さんこっちもお願いします、はい、僕も見に行きます。じゃあですね、明日石田遥が、当たりを引くのでぜひ見てください、はい、見てください。それではさよなら、バイバイ。チャンネル登録を